茨城県道255号鹿島港線鹿島市、青茨城県道255号鹿島港線は、茨城県神栖市から鹿島市に至る県道で鹿島港に連絡する道路である。国道51号と鹿島臨海工業地帯の高松地区を結ぶ、経済、産業を支える重要な路線。神栖市港の鹿島港中央港路付近から、 鹿島市赤市の国道51号に接続する一般県道で路線ルートの大部分が鹿島灘の海岸沿いをたどる。起点付近と終点付近の両端とも、旧道と現道の二つルートが存在する。起点付近において、青交差点から以南が新日鉄住金鹿島製鉄所へ向かう旧道と鹿島港魚釣園方面に向かう現道の二つのルートがある。 終点付近において、鹿島市大座始末より北が、国道51号急道で接続する急道と、国道51号鹿島バイパスで接続する原道がある。1966年、前進にあたる県道刃先鹿島線が、鹿島港の航路建設で分断されることにより、路線を廃止し、鹿島港より北側部分にあたる区間を新たな一般県道として、 鹿島郡上水村大畑生きれ浜を起点とし、鹿島郡鹿島町大畑赤市の終点まで至る区間を茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号変更により現在の整理番号255となり、現在に至る。主要な区間は都市計画道路青浜、清水線であり、4車線で整備された産業道路である。 鹿島臨海工業地帯に直結する路線であることから産業や物流関係の大型車の通行が多い。起点から鹿島市新居浜地区までの区間は対向2車線である。鹿島市下津から明石までの旧道区間は2車線の道路であったが国道51号鹿島バイパスの開通に伴い鹿島市下津から終点、鹿島バイパス交点まで本県道のバイパスが4。 車線にて整備されている。道路法の規定に基づき、鹿島市平井南道市赤市間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を立てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。 国際会場コンテナの運搬用のセミトレーラ連結者のこと、ありがとうございます。